さあ9月やっていきましょう。もうね、まあ7年目はね、本当に何も頑張らなくていいというか、頑張ってもいいことがないって言うとあれだけど、まあ戦力をただ整えていければいい年だから、むしろ8年目をどう戦っていくかみたいなことを考えなきゃいけないんだよな。今年 FA しそうな選手誰かいたかな？誰もいないと思うんだけど、そこをこうどうにか引き止めるとか、そういうのを考えていけば。にしても金余ったな。29億あんな。余ってはないのか。単純にいっぱいあるのか。まあまあ、もうマジックも8なんでね、ほぼほぼ優勝でしょう。ああ。なんかやっぱ黙っちゃうね、ずっとね。ずっと通ってっからね、本当に。焼けつくね、あれなんだよね。本当に石川またノーヒットノーランしてるな。本当にね、あれなんですよ。止まらないんですよ、やり始めたら。で、やらないとやらないって。で、止まらないと、ずっとストックがあって。だからもうね、終わんないんですよね、本当にね。だからもう、つってっちゃうんですよ。どうしたもんかね、本当にね、これね。そう、フランシスコ、とりあえず使ってみるか、一回。球団に不満を漏らしてるみたいだから。はい。まあ、いつまでも宮崎さんに頼ってらんないんでね、こっちもね。まあ、フランシスコを確実に強くしていかないと、もったいないしね。よしよし。フランシスコを強くしていかないと、我々は、お金というか、今後を考えたときに、セカンドにとんでもねえやついる。ってか、リードオフマンが一人欲しいんだよね。リードオフマンいないからさ。フランシスコがそこを担ってくれれば、ものすごく助かるんだけど。果たして担ってくれるかな？やだって言われたらもうおしまいだもんな。フランシスコ、ちょっとリードオフマン担ってくれる？って。やだって言われたらもう、はぁって言うしかないもんな。本当にもう、お茶目さんね。はい。よし、さあマジック1買って締めましょう。これを頑張れフランシスコ、いけ。でも優勝したな。なんでだ。まあいいや。まあいいや、優勝したならまあいいや。インフォメーション、はい。 V3、 ジャイアンツ V3 です。止まらんね、ジャイアンツがね。ジャイアンツが止まらん。さあ、お金も増えるし、いいことしかない。しかし、コンオフはまあ金が余るな。FA 取れんじゃねえか、結構。FA してくれるかな、なんかいい。石川とかしてくんねえかな、FA。ピッチャーがね、あと1人、2人いればね、すごく助かる。はい。まあ、ピッチャーも十分いいんだけどね。中継ぎをもうちょっと強くしたいな。たくさん練習して上手くなってほしいな。はい。まだ開始3分か。もう何時間もやってるから。何時間もやってるもんですから、もう、開始何分だっていうのがね、もう、ピンとこないんですよね。もう、連続で言うともう3時間ぐらいやってますからね。まだ3分なのかっていう、正直、憤りに近い感覚はありますよね。しかし、まあ、紹介試合すぎてお客さんが入れなくなっちゃったな。カープ戦1万人しかいない。なんだ？パリークか？どこだろう？ファイターズかな？ホークス。あらら。松井はホークス行ったのかな？もう松井が動けば優勝が動くみたいな。松井次第だもんな。松井の動きによって優勝が決まるんだ。さあ、伝言マン。お、鈴木貴弘、選手は出場。1000安打。おめでとう。9月もう終わりますな。早いね。リアル9月ももう終わるんだよな。いや、上原が勝てんね。リアル9月ももう終わるんですよね。早いもんで。
なんか夏もあっという間だったけど、もう秋か、早いね。9月だけだもんね。10月も秋だもんね。やべえな、もう秋か、早いな。やだな、1年ってあっという間に終わるんだろうな、こうやって。8900人もうそうやよな、そうなるよな。しかも完封負けしてんじゃん。いや、そうなるよな、やっぱりな。もうお客さん入っても入れなくてもしょうがないもんな。ベイスターズ最下位決定してるし、しかも首位との対決だからな。でも俺らは記録のために、あ、てか宮崎を下げてエグバートじゃない、フランシスコを使えばよかったな。施設維持費が今回は金かかってるな。どっちかっていうとビジネス収入があんま入らなかったって感じか。はい、4シリーズ。まあ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 、もう本当に何回も言ってますけど、今年に関しては別に頑張れなくても別にいいところだから。2000円、日本シリーズ行くからな。でも3000円に上げてみる。いや、2000円でいくか。変わらず2000円で。多分日本シリーズ6万人入るだろう。1億と。医療後だ。これ来月どうなるかみたいな。11月。あ、ないんだっけ ?11 月。見たいけどな、これ。施設拡張してどうなるのか。奈良原もうち入ってくんねえかな。もう入ってくんねえかな、マジで。もういいんだよ、もう。入ってくれよ。逆指名3人でもいいよ、もう。1位から9位まで全員逆指名でいいよ、もう。とんでもねえ、もう人気投票みたいなドラフト制になってくるな。逆指名制度って今思うとすげえ制度だよな、本当に。巨人に強い選手が欲しかったんかな。うい、うわ、こんな負け方する?19対1で負けた翌日に18対1で勝っちゃうんだもんな。さあさあ、日本シリーズですか、そろそろ。シーズンが終わるんですか、どっちですか。まあまあ、これまでにないぐらい気負わない日本シリーズになってくるんだ。やっぱ5年目、6年目はそれは気負うけど、7年目は気負わないよ、もうね。アイインフォメーション。日本シリーズですか?お!来たね。1億6800万。なんか増えてるよね、やっぱりね。これがサイドビジネスの効果なんかな?効果発動、サイドビジネス。収入が少し増える。サイドビジネスっていい名前だよね。俺もサイドビジネスやってみたいな。サイドビジネス。サイドビジネス!そう、俺こそが。サイドビジネス。黒な画面が続くな。さあ10月2週さあ日本シリーズももうそろそろ、まだシーズンが終わってないのか。そういや、インフォメーション、あ、終わったのか。日本シリーズ開幕。飛行船が飛んでるよ、飛行船が飛んでる。あー、腹減った。35億あるよ。すごいね。巨人の。まあ、オーナー賞ぐらいでしょうか。一応、日本シリーズは。はい。負けた。1000万。よし。まあ、一応、日本シリーズぐらいはちょっとオーナー賞出すか。チラッと勝てるぐらいで勝ちたいね。とりあえずこれで本拠地3連戦を決定してるから、まあお金は多少入るな。ダメだ、もう金勘定のことしかしなくなっちゃった。もう金勘定の話しかしない。6万人入ってる。いいね、惜しかった。いけ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 、上原行ったれ。1000万だ、惜しかった。いいですね、最後4勝して。
本拠地優勝決めました。でーでれれ、これで3年連続日本一と。よし、3年連続日本一です。やったね。わあすごい、3億4000万円あるんだ。これマックスで2000円マックスだと3億4000万が限界か。多分これ3000円だと持っていくんだろうな。3000円だと6万に入ったかな。どうだろう、微妙だな。日本シリーズだと入るか。まあ来年は3000円にチケットで持っていけるようにしたいね。そこ目標というか。そこ目標にしたいね、とりあえずはね。そこさえクリアできればまた金は増えるからね。というか、この次の施設拡張で一体どうなるのか。球場がでかくなるのか、サイドビジネスもどうなるのか、何もわからない。ん？フリーズした？あ、大丈夫か。高橋、13勝、他2名。川原48セーブ。阿部、二冠王達成。よし。伊原拓磨、31セーブポイント。ああ。阿部慎、2年連続 MVP と。藤井取りたかったね、やっぱりな。中村典弘、落合、西郎。落合と中村いいの？バファローズ、落合と中村いて、勝てないんか。ああ、いとこは竜太。すげえな。落合取れたらめっちゃ痛いけどね。でもファーストいないからね、今うちね。ランゲがいなくなっちゃったからね。ファーストを取りたいね。もう一人もう長距離砲来たらもう完全に4番バッターばっかの巨人だもんな。はいはい、人の出入りが多くなります。はいはい、いいですよ。出たり入ったりね。いいじゃないの。素敵じゃないの。はい、シーズン終わりました。引退希望ゼロと。よし、オッケー。まあ、解雇する必要もないんだよね。はい、引退リストは、ギャラード。ギャラードだけ確認しました。ああ、施設に投資できねえな。つまんねえ時代だよ。ああ、スタッフ交代はいいです。つまんねえ時代になっちまったな。はい。もう、はい、成立と。はい、成立と。はい、OK です。2人。逆指名2人で入ってくるの珍しいっちゃ珍しいか。うちだと初か。まあまあ、もう2人入ってくれるんだったらもう助かるよね。エースとキャッチャーですよ。はい。18番。ああ、まあ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 。悪くないんじゃない ?18 歳だと。軌道。やっぱキャッチャーリード B はでかいですね。どんくらいそらすかはちょっとわかんないけど。まあ、メインキャッチャーですからね。はい。さあ、奈良原が取られるかどうか。奈良原取らないで。奈良原取らないで。なら拒否してドラフト。キヌが咲いたの？おお、キヌが咲いたんだ。おい、ああ取られた。大木さんもいたんだ。くそー、ならやられたな。惜しかったな。宮本慎也いける。ショートなのか。サードで使えるかな。まあでもまあいいか、取るか。取ろう。取れるんだったら取っとくか。大島いたんだ。まあ宮本入ってくるんだったらもうラッキーだよな。内野手が熱くなる。そうだ、宮本残ってたんだ。ありがてえな。まだ30億安倍。すげえなこれ。めちゃくちゃ金あんじゃん。金満球団じゃん。
まあ特にこれ下げる必要ないんですけど、ちょっと下げれるまで下げてみるか。9000万どうだい？ん？ちょっと待って。はい、大丈夫ですよ。宮本を入れるなら誰かクビにしなきゃいけないのか。まあ、外野が余りまくってからな。てか、パーマーが長打力下がってんだよな。まあ、このままでいくと完全にパーマーがいらないんですよね。君に決めた！日本いとこずっといたいよ。ダメです。どこに行けばいいんだ。日本以外だ。日本以外だ、バカ野郎。日本以外に行きやがれ。お、やった。成立した。9000万、1000万でいけんだ。やったぜ、これで。これで PL が、PL か。よしよし。9番。いい番。6番が当たりたかったな。あ、そうか、セカンドもいけんのか。サード適正ついてないのか。まあいいや。宮本がいるだけでいいわ。さあ、FA。余りまくってるお金は使うぞー。FA するぞー。FA してんのかな、うちから誰か。3人。真田が FA したか。一つの球団に座る気もありませんし。なんだと？なんだと？もうちょいいけるか。確実に真田を取りたい。エグバートはどうしようかな。今が一番ピークなんだろうな。今が一番ピークなんだろうな。メンバー落ち着かないチームは嫌です。落ち着いてんだろ。結構落ち着いてる。阿部さん、阿部さんは球団を使い捨てしてないだろう。どういうことだよ。いや、これは欲しい。これは取らなきゃ。さあ、5000万。エグバードはちょっとどうしようかな。エグバートもういっか。大丈夫だ、エグバート。ありがとう。で、こっからだな。吉見、山田。まずいかぞ。ショートなんだよな、でもな。ショートはな、もういいんだよな。まあまあ、一番バッターって考えるといいんだけど。大村また FA してる。浜中も FA してんな。浜中をファーストでって考えるとな、まあ、とりあえず吉見を取るか。ピッチャー欲しいから。金余りまくってんだ、うち。試しに3億5000万。山田どうしようかな。いや、山田も確かに助かるは助かるんだよな、いてくれるとな。エクバートいなかったしな。よし、これでいってみよう。どうだ、阿部が残ってくれりゃいいんだけど。契約公開。年俸を多めに考えた方がいい。誰だ、フランシスコってなるみか。みんな納得してるのか。いや、お前マジか。お前マジけ。自費キャンプもかかって交渉するマジかよ。なんつったよ、白坂。別に妥当だと思うんだけどな。まあいいや、普通で査定して。はい、じゃあね、ここからちょっとずつ下げていくんですけども。まだ下げるか。ここからね、下げていくのが私たちのやり方です。これが俺のやり方。このやり方しか我々は知らないんだ。
上原さんは、上原さん、これはダメじゃないの。ちょっと6500万ですよ。現状維持ですよ、こんな。よし、OK。いや、もう、こんなもん、もう、もう、もう、つって下げていくよ。もう、これ上げて、これは現状維持でいいわ。頑張ってない、頑張ってるし。ファイナギはまあ5000万ぐらいでやろう。いや、フランシスコはマジで2億でいいわ。何も活躍しないんだぞ、こいつ。うん、まあまあ。まあ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 。まあまあまあって言いながら減らしていくからね。不満者1人。マジか、フランシスコ。2億2000万。グッドグッドって言われた。たった一言グッドって言われた。もうちょい年俸減らせんのかな。まあ1ヶ月に減らさなくても。お、よしみと、真田が行ったか。うわ、安倍晋も行ったか。やべえな。悔いはありません。悔いはないのか。ちょっとやべえな。4番がいなくなっちゃったか。ちょっとやばいっすね。いや、安倍がいないのきついな。まあ、木戸取っててよかった、本当に。木戸がいなかったらおしまいだったな。でも、センターラインがマジで不安だと本当にきついんだよな。よしみ。よしみと山田。この野球つくでしか活躍しない二人。いやー、安倍が抜けたのきついかもな。どうだろう。吉岡、よし。浅井、野菜もねいいけどね。長い、岡本入団ですといっか。いや、阿部がいないのきついな。真田とエグバードが抜けたのもちょっときついし、もうちょい阿部に金かけるべきだったか。いけると思ったんだけどな。悔いはないって言ってたもんな。もう悔いないんだろうな。じゃあ満足なんだろうな。うちそんな流動的かな、チームメイト。全然そんな変わってないと思うんだけど、何をみんな不満に持ってるか分かんないもんな。ここがっつりかけるか。もう海外なんてここでしかかけないの1年に1回だもんな。お祭りだもんな、1年に1回のな。全部2億だ。よし、オッケー。お祭りだもの。1200万。1000万でいいんじゃない？何なのか分かんないけど。広報だ、広報。とにかく広報に金をかけるんだ。我々は負けないから、とにかく人が増えるだけにするんだ。キャンプ。いやー、だいぶ安倍が抜けたのがどんくらい効いてくるか、ちょそこ次第だな、マジで。はいはい。国米の海外留学。やべえな、ちょっと安倍抜けたのマジででかいな。8年目日本一取んなきゃいけないんだけど。オーストラリアのキャンプ、やっぱお金かけるといいんだね、海外ね。どうしようかな。中南米行っとくか。もう3億で行ったろ。キャンプでバカワードみんなで成長したろ。ピッチャーが2人いなくなって、ピッチャーが2人入って、キャッチャーが1人いなくなったんだ。こんな嫌な、こんな嫌なオフシーズンないよ。4番取れるかなと思ったけど、4番取れなかったし。はい、一応見ますか。よしみ、成長しなそうだな。もう高橋はまだ成長するんだ。上原も成長すると。単純にキャンプの効果がでかいのかな。そんな感じするな。単純にキャンプの効果がでけんだな。うん、なるほどね。さあ、木戸くん、
木戸くん完全にちょっと今年キャッチャーリード頑張ってくんないと。まあ中軸はもう任せないけど、ちょっと出続けてくんないと無理だな。永瀬にはちょっと無理だもんな。フランシスコ成長してんだな、フランシスコもな。うん、笠岡さんもまあもう言わずもがな。高柳はなんかもうちょい頑張りそうだな。もみあげ宮本慎也とか見なきゃか。あ、まあやっぱ成長すんだね。守備もビンやってるもん、すごいね。長いけ、え、もう成長しない？そんなことないでしょ。まあまあ長生きがいるからとりあえず4番は大丈夫かな。そう、門田さんもいんのか。外野なんだよな、阿口も。こいつもな、なんかガッと成長してくれりゃいいんだけど。まあまあまあ中軸が一人抜けたのはちょっとでかいけど、セ・リーグ MVP が抜けたのはでかいけど、それに比類するぐらいの、強打者たちがいるからね。なんだ、その他地域への投資の改革ってヨーロッパの医療トレーナーと契約することになりました。これで選手の怪我も減ると思います。よかったよかった。ドイツだろうな、多分な。医療ってことは。選手の怪我減るんだ、これで。新人15人、新外国人13人。早く投資したい。早く投資がしたいんだ、俺は。はい、オープン戦開幕と。早く俺は、球場設備とサイドビジネスに投資がしたいんだ、俺は。ホームゲームのチケット。まあ、2000円でいいか、ホーム。とりあえずオープン戦だし。来た来た。早く断られました。早く断られました。もう二度と何も言いません。ホークスは受けてくれんだよな。この辺が受けてくんねんだよな。落合をどうにかして入れれないかな。落合トレードじゃ無理かな。福留ぐらい出さないとやっぱ落合はトレードしてくんないかな。来た、俺の出番。さあ、このサイドビジネスと球場設備に拡張がどのぐらい効くのか。ゴー。お、マックスになった。さあ、球場がこれで最大限まででかくなるのか。サイドビジネスもどうなるんだか。野坂昭之みたいだね。燃え尽きるのが早いか。大丈夫だよ。やっぱキャッチャー、おお、岡田来た。岡田が来たね。ターボ全開。なんだろうな、ターボ全開ってな。岡田が来た。セカンドが埋まる。外人か。まあ、そんなやついねえだろうな。いいやつ。いねえな。いや、もうちょ、岡田いるんだったらもう岡田ですわ。岡田いんだったらもう岡田だな、マジで。海外はもういいわ。一応キャッチャーだな。野村さんが来てくれることをちょっと祈ろう。国内新人と飲み交渉と。まず岡田だな。岡田がどうしても欲しいな。はい、で、戸坂さん。はい。こっからだな。多分もっと新人が来ると思うんだよな。まあまあ、この二人逆指名してくれればもう、おしまいだから、枠としては。まあ、いいっちゃいいんだけど。よし。どうなるんだろうな、このサイドビジネスとか。まあ、いっか。今回この辺で終わるか。よし。じゃあ今回この辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。